中国の声の報道によると、16日午前に広州交通技師学校の食堂で、緑色エプロン、白い帽子をつけたおばさんが、鍋から骨を取り出し、その肉を食べると、骨をスープに戻した。その後、食堂職員2人は、スープを食堂にいた先生や学生たちに配った。ある学生が、携帯電話で、その状況を撮影し、ネットに投稿した。すぐに非難が殺到し、学校側は対応に追われている。学校側は、この食堂は外部委託だ。一日休業させたと説明した。学校の返事はおかしい。外部委託だったら、学校は関係ないのか？食堂を外部委託にすると決定したものは、誰か、管理はどうなっているのか？これらの問題は、たった一日の休業で解決するのか？先生や学生たちの健康は学校にとって最優先事項で、学校の基礎でもある。責任を押し付けるのは賢い方法ではない。本当に中国の食に関するモラルの低さには呆れますね。